心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日は緊急事態発生。お客様、三重仮紐もないです。キャー、助けての巻き、行っちゃいますよ。それでは行っちゃうよ。今日は三重仮紐がないの。でも振袖の帯結び可愛くしたいよね。そこで紐に活躍してもらおう。紐大活躍の巻きです。ではこの紐どうやって使うかというと、まずお嬢様の前から回します。そして手をくぐらせておいて、この部分にバッテン、そして肩にかけてお嬢様に持っててもらいます。お嬢様の手のかかり登場。こうやってお嬢様に持っててもらいます。これが準備。そして手をきれいに3分の1を、狭い3分の1を作ってね。そして肩に預けて、柄のないところはしまうような気持ちで、この部分にクロス掛けのところに羽を作っていきます。ちょっとちっちゃめの羽一つ作って、ここに掛けます。次も羽を作ってこっち側にかけます。お嬢様ちょっと緩めてくださいってお声かけして、はい、引いてください。そして最後もこれも同じように緩めてください。ここにかけてお嬢様に持っててもらいます。はい、引いてください。でここに4枚羽ができたというわけです。そうしたら嬢様に離してくださいってお願いして、これをお背中の向こう側に回します。前に回ってきたよ。お嬢さんはこの紐を持っててくれたんだね、肩越しに。それを下ろして帯の中にしまうから、ちょっとテンションかけてから前で結びます。これはあんまり緩いとダメだからね。ちゃんと結んで帯にもうしまっちゃってください。そうするとここがバッテン掛けされている。ほら、三重仮紐のクロス掛けと同じような効果。羽が4枚できてます。薄っぺちい枕して、そして帯揚げもしたよ。で、ちょっと今回は羽の長さ、こっちが長くしてるので、こうやって変えています。ですが、せっかくだからこの部分、お太鼓にもちろんしてもいいんだけど、文庫で下ろしてくるでしょ。帯締めだけでちょっとアレンジしたい。この部分、布目を正して真ん中に置いたら、ちょっと広げて文庫の部分まで折るでしょ。そしたらこれをくるくるくるってして、で帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫。しっかり締めてね。この部分にちっちゃい羽が出たよ。アレンジしてやってみて。帯締めだけでもちょっとアレンジ。片方が長い羽にしました。三重仮紐なくても可愛い帯結び。どうだった？三重仮紐がない、何にもできません、これは二重太鼓きゃ行くっきゃないな、なんてことにはならないように、輪ゴムがなくても紐一本でこれができる。輪ゴムだけでもできるのがあるから、今度はそれ言っちゃってみようかな。役に立ったなと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録忘れないでくださいね。それではバイバーイ。
またお会いしましょう。みんな頑張って。